ユースリム、はいはい、ブロードキャスター、あ、指落ちた、はい、これブロードキャスター、あー、なんか変なとこ押した戻る、こうかな、はい、ちょっと入ってないですね、もうちょっと下に、はい、はい、いや、あの、ユースリムなので、いや、この画面がいいですね。じゃあこれでいきますね、はい、まあ、一応、じゃあこれあの向こう側に映ると、はい、いうことで、まあこれ録画開始と、これでライブ配信中なわけですね。これも出てますね。はい、ちょっとじゃあか動かしますね。はい、どうも。あ、今じゃあ僕、そう、 YMAX はね、壁の干渉を受けるんですよ。はい、ちょっとまあ場所が場所なんで、服部さんだけを映してます。はい、ユーストリーム、あ、違う、 YMAX はね、はい、ですね、外とかだといいんですよ、すごく。はい、ですね、今、服部さんの個人、別アカウントから今ちょっと待ってくださいね、ユーストリーム、はい、ユーストリーム配信してますが、そのアドレスを今、服部さんが一生懸命必死です、探してくれてるんで、もう少々お待ちください。普段誰も見ないところにあるので、はい、と21、はい、ですね、ちなみにこれ今充電しながらやってるんですが、そんなに操作はしづらくないですね。横に充電の穴あるんですけど、そんな大きくないので持つのに不便はないっちゃないですね。配信 URL 今服部さんがひしこいて、貼ってます。少々お待ちください。はい、はい、よし、 OK、 はい、はい、というわけで今 URL 貼りました、はい、IS03 でユースやっちゃってます。はい、これ配信できてんのかな、本当に。今貼ったんですけど、できてますよ。あ、できてますね、うん、おお。はい、というわけでこちらご覧いただいている方はどうも、ただいま IS03 で何の設定もほとんどいじってないですが、はい、ユースト配信ちょっとテストします。はい、これ投票とかボタンあるけど、投票やってみましょうか。投票開始しました。はい、いいえってよくわかんないな。あ、で出てきました、下にポール。あ、おー、ほんとだ。なんだかわかんないですけど、投票もやってます。はい、もうどんどんハイに入ってますね、これすごい、はい、全然いけますね。いけますね、まあ、ツイキャスとか、そういう感じで。はい、というわけで IS03 からのに、ユーストリームブロードキャスターをダウンロードしまして、ただいまユースト配信やってます。何の設定もいじってないですね。はいはい、はい、今40、52人どんどん増えてますね。皆さんありがとうございます、はいはい、ちょっとお客様がね、そう、映っちゃうとあれなんで、ね、あれなんでね、僕こっち側に来た方がいいですね。そうですね、はい、はい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 、好きな食べ物は白子です。はい、好きな女性のタイプは、好きな女性のタイプは常識のある方がいいですね、はい、そうですか、はい、こんなもんで満足した、みんななんか満足どうできますよ、普通にすぐできましたよ、うん、声が変になってるよって。なんでだろう、俺が指で押さえてるのかな。わお、わお、わわお、どうなんでしょうね。どうですかね。今は誰も見てない配信になってるよね、うん、そう、普通に IS03 で、ね、はい、全然中継できましたよ。はい、うん、じゃあ次は、はい、この、メインのユーストを見れるかどうか見てみましょうか。じゃあ一回、じゃあここの中継は、終了いたしますので、はい、IS03 からの中継は終了です。はい、というわけで皆さん、元のチャンネル、札幌市区選手のチャンネルに戻っていただければと思います。はい、あ、もうこれじゃあアップしちゃって大丈夫ですね。はい、はい、じゃあアップしちゃいましょう。はい、というわけで、まあ、録画を保存します。はい、こんなことができました。というわけで今の録画を保存しました。あ、 IS01 から見てる人も、はい、今、声が早口になってたって。声が早口、スピードおかしい。あれ、なんだろう、回線の問題ですかね、うん、ちょっと溜まったりしてたのかもしれないですね。ユーストとかでね、ちょっとスピードが、はいはい、波があると溜めたり出たり、うん、溜めたり出たりってなっちゃうので、うん、よし、じゃあちょっと戻しましょうか。はい、はい、じゃあ次はユーストリーム見れるかどうか、はい、見てみましょうか。いや、ちょっとカメラが定まったらやってみましょうか。はい、というわけで、まずはトップ画面に行きます。おーい、
でここでマーケットってあるので、このマーケットで今これさっきブロードキャスターでしたけど、はいはい、戻ればいいのかな、と戻ってでここにユーストリームビューアーあります。はい、でこれをまたダウンロードインストール、はい、インストール OK、うん、するとユーストリームビューアーただいまダウンロード中です。はい、これ両方無料のアプリなんですね。両方無料ですね。あ、音声は回線速度の、うん、やっぱりそうかもしれない。はい、というわけでインストール終了です。開きます。ネズミが喋ってるみたいで可愛かった。はい、はい、というわけでこれでもう、ユーストリームの番組、いろんな番組がもう出てます。じゃあ検索してみます。はい、はい、はい、札幌シックスイッチですか。はい、これかな。あ、これか。で、札幌横からでも全然打てる。それは売りにならないでしょ。横からでも打てるよと。あ、ひらがなになっちゃった。戻ります。はい、戻ります。はいはいはい、もうめちゃめちゃあの2人していじり倒してますね、最初からね。もう今日はいじっていじっていじり倒す番組ですもんね。はい、ロあのね、アプリのその使いやすさっぷりとかもその場で試すんで、うん、実験者なんぼですか僕ら。はい、はいはい、というわけで札幌シックスイッチ出るかな。出るかな。あ、出た、あ、出た。はい、皆さん分かりますか。ちょっとこのままにしましょう。はい、この、はい、というわけでユーストリームビューアーは基本的に配信中のユーストリームに関して検索に引っかかる。はいはいはい、はい、まあ、ちょっとまだこれあの全部引っかかるっていうわけではないんですけど、うんうんうん、はい、というわけでなんか向こうで私が、まあ、ちょっとこっちやってみますね。はい、というわけで今これ検索引っかかりましたので見てみます。どうでしょう。で回線があまりよくあのここ今ちょっと入ってないかもしれないので、今 3G ですからね、これ。そうですね、ええ、ちょっとどのぐらいまで見れるかわからないですけど、あ、文字入力ですけど僕、あ、来た来た、あ、普通に見れてる。はい、皆さんのコメントもここ出てます。はい、ちょっとラジオが、あ、はい、あ、この後ラジオゲストですね。はい、はい、バニラミンズお二人です。はい、少々お待ちください。You by KDDI presents Go to the Future というわけでお待たせしました。この時間は今日の素敵なゲストの登場です。バニラビーンズのレナさんとリサさんです。よろしくお願いします。お願いします。可愛
愛らしいお二人が登場して、なんとなくステージがパッと華やいてきましたけれどもね、はい、自己紹介をまずはお願いします。はい、皆さんこんにちは。北欧の風に乗ってやってまいりました、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ女の子のユニット、バニラビーンズです。私バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。趣味はアイドル研究、愛読書はアイドル雑誌、今一押しのアイドルは東京女子流の新井ひとみちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。バニラビーンズの外羽根頭担当リサです。趣味は海外旅行とお買い物で、好きな食べ物はキャビアとタラバガニです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、お二人今の自己紹介でも気になるところがいっぱいあったんですけれども、、はい、まずはですね、アイドル研究というのは、うん、はい、これはどういうことなんですか？レナがですね、すごいアイドルが大好きで、自分がどうすればアイドルグループに入れるかっていうことをまず研究するんですよ、うんうん、例えば、東京女子流さん、今一押しの新井ひとみちゃんっていうグループ、はいはい、方がいるグループなんですけど、うん、はい、女子流さんだったら、うん、まずは歌唱力をレベル上げて、うん、ダンスのレベルの高さとかを、はいはい、あるなって思ったら、まず歌唱力、うん、カラオケで練習して、うん、ダンス練習して、すいません、この熱いトークになっちゃって、まずは端っこかけていただいても大丈夫なんで、わ、はい、かりますか？なんかいやでもすごい可愛らしいから、はい、ありがとうございます。別に普通に捨てても入れるんじゃないかなって思いますけどね。一番ちょっとダメなのが年齢がちょっときついのかなって思います。はいはい、女子流さんってすごい年齢は非公表なんですけど、うんうん、若い皆さんがいらっしゃって、うん、私たちも年齢非公表なんですけど、はいはい、エトが一緒なんです。あ、じゃあ一回り、いろんな意味でね、いろんな意味でエトが一緒なんです。なるほどね、はい、じゃあ見てる方と研究してる側に回ってということなんだ、はい、でリサさんは、はい、キャビアがお好きとか、はい、なんかショッピングとか海外旅行とか、はいはい、ちょっとセレブな香りがしますね。はい、とんでもないです、普通ですね。なんかちょっとリアルセレブなんです。でも本当に北海道がすごい好きで、はい、小さい頃からご飯だけ食べに北海道にちょっと来て、すごいたりとかしてたので、またこうやってお仕事としてなんですけど、うん、来ることができてすごい嬉しいですね。いやー、はい、なんかでも素敵なお二人ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日洋服は白と黒のバルーンワンピースというか、はいはい、ね、色違いの、そうなんです、私服で、私服なんですか？私服っていう設定なんですよ、はいはい、朝起きた時からこの格好っていう、はい、2007年にデビューしまして、はい、デビューから3年という2人なんですが、はい、さっきからねずっと番組内でも流れているんですけれども、今年5月にですね KDDI のラジオ CM で100人一首を歌ったことが大きな話題になっているんですよね。ありがとうございます。あれなんか聞いててもすごく不思議な感じがするんですが、はい、100人一首ああいうふうにこうリズムをつけて歌にしちゃおうっていうところは、うん、アイデアはどっから来たんですか？いや100人一首ってやっぱり古語ですごく響きが、うん、今の私たちにとっては珍しいものだなと思って、うん、それを今の楽曲に合わせて歌うことによって、うん、やっぱり若い人たちにもすごく知ってもらえるなっていうのがあって、うんうん、レナもね、はい、それで100人一首覚えました、はい。あ、そうなんです、はい、そうなんです。今回がきっかけで、受験とかで、はい、100人一首覚えなきゃみたいな人とか結構いると思うんですけど、ぜひ聞いてもらえたらなっていうのもありますし、あと100人一首は結構恋の、そうなんですね、テーマにした歌が多いので、恋する気持ちっていうのはね、今も昔も変わらない、なんか共通するものなんじゃないかなと思って、若い人たちにすごい共感してもらえたらなって思ってます。確かに私たちが100人一首を覚えるときって、うん、教科書もしくはカルタでね、そうなんですよ、なんか勉強っぽくなっちゃうんですよね。そう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 、やっぱり紙の子覚えて下の子覚えるみたいな、うん、もう紙 の, 最初の5文字と下のこう読むだけで、うん、合わせるだけで、うん、内容ちゃんと理解してなかったりしましたもんね。そうなんですよ、歌にしてもらえれば、うん、なるほど。ちょっとハウスっぽいリズムとかがつくと、うん、すごく耳に入って頭にね、はい、スッと入ってきそうですもんね、うん、で今回ですね、9月にベストアルバム、はい、バニベストをリリースとなっているんですが、はい、はい、ありがとうございます。いやなんかこれはですね、私もすごい好きな一枚で、ありがとうございます。ピチカート5のカバーであったり、はい、そうなんです、東京は夜の写真、ね、そうですよね、
あと梶秀樹さん作詞のナンバーなんかもありまして、はい、まあ、いわゆる渋谷系と言われている音楽ですが、お二人ね、さっきあのアイドルとは年齢が離れてるとおっしゃってましたけど、はい、でも渋谷系リアルタイムじゃないんじゃないかなって気がする。そうですね、全くリアルタイムじゃなくて、はい、で懐かしいっていうのもよくわからなくて、うん、こう私たちにとってはすごい新しい音楽として入ってきたもので、うん、でもやっぱりすごい耳障りも良くて、あの多くの人に愛されるっていうのがなんかわかるなっていうのがあるそうですね。でも実際にこう歌ってみてどうでした、うん、なんかこうプレッシャーって最初あったんですか？プレッシャーも全く、ね、まあ、もなかったですね、うんうん、そういうとこはなんか気楽にやってます、うん、すいませんいやいやいや、いや私はでもなんかこうリバイバルというか、うん、もう一回こう現代風に聴けて、うん、ちょっと嬉しかったなっていうのも、ありがとうございます、うん、あったんですけど、あとあの1曲目に、うん、あの MGMT のカバーでキッズを出してもらってて、ちょっと洋楽なんかにもチャレンジしてみたりして、うん、いろいろバニラビーンズやってます、ね、はい、本当ですよね。でまた歌だけじゃなくこう皆さん見ても分かると思うんですけども、なんかこう60年代70年代のファッションというか、うん、そういうところもなんか意識してトータルコーディネートしてるんですか、うん、私たちのね、はい、トータルデザインとかは、うん、あのエンライトメントのヒロ杉山さんが、うん、あの全部ディレクションしてくださってるので、うん、もうデザインは全部ヒロさんにお任せしています。そうですか。まあ、なんかライブがすごい楽しそうな感じがするんですけれども、はいはい、実はなんかあの今後ライブの予定もあるとか、はい、はい、そうなんです。年末、ね、12月30日に、うん、東京の方になっちゃうんですけど、代官、はい、山ユニットで、はい、ワンマンライブをさせていただきます。あの冬休みの時期だと思うので、ぜひ北海道の皆さんにも遊びに来ていただけたらなと思います。そうですね、お正月休みに入ってますもんね、うん、12月30日、はい、代官山ユニットにてということです。さらにですね、ここからなんですけれども、はい、今日はお二人生ライブを行ってくれます。ありがとうございます。では、準備の方をお願いしてもいいでしょうか、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでステージの横のところでですね、この後お二人が生ライブをしてくれるということなんですけれども、後ほど番組内ではリポーターとしても登場してくれますので、楽しみにしていてください。それではバニラビーンズのお二人お願いします。
しましょう。はい、はい、お疲れ様です。はい、バニラビーンズさんが、Go to the future ということで、ノースウェブさんのラジオの方で、トーク&ライブということで、皆さんにトークの模様だけですか、ユースリムご覧にいただいている方はご覧いただきました。はい、これ CD ですね。はい、先日9月に、リリースになりました、はい、バニベスト、これベストアルバム、ベストアルバムだそうです。ですね、で今曲、ライブの中でもやった、はい、曲が入ってます。東京は夜の指示とか2曲目、はいはい、入ってますね。さっき僕振り付けやってたのは東京の夜の指示こうやって、はい、あとなんだっけ、なんか君にキスがなんとかあって、あ、はい、100万回の SMK、 SMK、 SMK、はい、っていう読み方でいいのかな。音が聞こえない、音が聞こえない、音は聞こえてるかな、はい、うん、大丈夫かな、はい、はい、など入ってる、これベストアルバムに入ってますので、これ、すっごい入ってますね、これ、うん、曲11曲のボーナストラックが4曲で全 15? そうです、そうですボーナストラックがその、さっきからラジオでは多分流れてると思います。100人一首をバニラビーンさんが歌にして読んだ歌ですね。なるほどね。これが入って、もうほとんど新譜だって言ってました。あ、そうなんですね、はい、あ、いろいろまた質問が来てますね。はい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 、充電のバッテリーの単位は 20%、 10% ごとだっていう噂ですけどっていう。あ、なるほど、ですね、11とか2とかじゃなくて10、20、30ってなってくるかな、なるのかな。今状態はですね、まだ 10% ですね。はい、で、スリープにして立ち上げまでにどれぐらいの時間がかかるかと。はい、あ、じゃあちょっとやってみましょう。じゃあ電源を切りますよ。電源切ります。はい、あ、だ、これはこっちで、はい、あ、大丈夫です。はい、電源切りました。はい、完全に全ての液晶が消えましたよ。はい、じゃあ電源入れます。入れます。こっち入らないです。じゃあ押しっぱなしにします入った、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、結構かかりますね。ほら、頑張って。20秒ぐらいかかりましたよ、うん、23、24、25、26、あ、27、28、29、30、31、32、これいつまで数えてなきゃいけないのかな40、そろそろ41、メニュー画面が立ち上がりました。42、43、44、45、46、あ、50秒かからなかった。50秒かからないぐらい、はい、立ち上げ画面こういう感じになりますよ、はい、ちょっとかかりましたね、はい、うん、って感じですね。で、スリープモードにすると充電がたまると、見せてって、はい、はい、ごめん遅かったね。これ今、ロック画面ですね。あ、充電中が 20% になりましたね。 おめでとうございます。はい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 で、スリープモードにじゃあしたい、しようかな。はい、じゃあちょっとバニラビーンさんはちょっとこっちにね、どうやったらスリープになるのかがまず問題なんだけどね、はい、これかな、よいしょ、これでいいのかな、これスリープ、これスリープ、あ、それスリープですね。はい、スリープ中でも日付と時計が出てますね。あとこれがまた特色みたいですね。はいはい、バッテリーの残量が出てますね。うん、はい、今充電中マークが出てるんでちょっと充電しましょうか。じゃあ、はい、ちょっとユーストとかもさっき途中まではできたんですけど充電の都合でできなかったので充電がたまり次第ちょっといじってみようかなと。はい、立ち上げ1分以上かかりますよってことなんですけどまあさっきの数字はね僕は数えてただけなんでね。そうですね、梶田さん秒なんで6秒では1分かかりませんでしたはい、はい、SMK って週末キスっていう、そんなおしゃれな、さすが北欧の風を、北欧の風だったんですね。北欧の風を、北欧の風のお二人はもういなくなりましたね。今ライブが終わって即売があったのかな。で、そこで
即売がもうここで行われるんですか。もうあのライブ終わった後、この後ナオトインディライミさんもライブ終わった後は、はいはい、即売が行われますので、はい、はい、じゃあそこにご本人たちもいて、はい、の即売会と。そうですね、ぜひぜひ皆さん会場に、まあ、ちょっとバニラビンさん終わっちゃいましたけども、はい、はい、今の携帯はどんなものでも長くなってます。あ、本当ですよ。僕今年変えたんですけど。携帯ですか。うん、やっぱり1分ぐらいかかりますね。なんかちょっとそこって一瞬うんと思っちゃうけど、うん、まあ、あのパソコン立ち上げてるようなものだからもう今って。そうですね、そう考えると、まあ、意外と自然だったりするかもしれないですけど。はい、いやー、でね、もうすぐ1時ですね。もう1時ですよ。なんかいい匂いしてきましたよ。なんかいい匂い、なんかね、これどっからしてるんでしょうね。これ多分カルディですね。カルディ、あっちのなんか、はいはい、コーヒーとか、はいはい、あとはその調味料とか、はいはいはい、売ってるカルディがすぐ後ろにあるんですよ、はいはい、でカルディってコーヒーの試飲っていう、あそこ、あー、ありますね、はいはい、その匂いがいい匂い、すごいしますよね。カルディの、なんか2人これアップ大丈夫ですかこれはいはいなんか男2人しか映ってないなと思って一瞬思っちゃったはい、はい、そうですね、男2人の、はい、じゃあちょっと自己紹介しますか。ここから見た方もいらっしゃるかもしれない。はい、はい、というわけで本日は au by KDDI presents Go to the future on you stream ということで、同じようなことを今ラジオで言ってるますね、アリオ札幌で被って喋りづらい。ナオトインディライミさんとね、同じ MC に僕なってしまいました。ちょっとお恥ずかしい限りなんですけども、アリオ札幌で、ユーストリームの方は10時から16時まで。そして、はい、この中継はノースウェーブさんのラジオと連動しております。ノースウェーブさんのラジオ Go to the future の方は11時から15時まで。こちら4時間の生放送でお送りしております。そして私パーソナリティの、札幌シックスエイチ代表を務めております服部と申します。そして、はい、パーソナリティなんですか。一応そういう、はい、パーソナリティの梶田と申します。はい、木曜日のユースト番組、はい、ボロトーク、はい、ユーストリームの番組をやっております。よろしくお願いします。はい、というわけでこの二人でこういった形をお届けするのは初めてでございまして、はい、慣れないこともいろいろあるかもしれませんが、即売会に行かれたようですね。っていうことはやっぱここじゃないのかな。即売会にこの現場じゃないのかな。ちょっと離れ、もうちょっとここ本当に場所がもうあれかな。 CD ショップとかが中にあるのかな。タワーレコードさんが、あ、はいはい、アリオさんには入ってますので、そこで売ってるのかな。はい、もうあのアリオさんは、本屋さん CD 屋さんなどもですね充実してますので、はいはいはい、今日は日曜日ということで大変大変混み合ってます。すごい人出ですよね。お休みに、でもやっぱりこうあのお出かけしたらこうね、せっかくだからこうにぎわいをぜひぜひ楽しんでいただければと思いますので、今からでも遅くないです。アリオ札幌お越しください、はい、電源オン1秒 Android au ロゴ50秒、ローディングアニメ16秒、ネットビスタさん、メモリ液晶表示5秒、あ、今そんな感じでした。今なるほど、はい、今ちゃんと測っててくださいましたね、もしかしたらですかね。いやなるほど、まあ、こういうところに、時間が裂かれてるよっていうのもこれ見たら分かりやすいかもしれないですね。なるほどね。はい、はい、もう僕らは本当に皆さんから、コメントをいただきましたら、新しい au の携帯 IS03 触ってみますよということなので、はい、皆さんからあれはどうだこれはどうだとぜひぜひコメント寄せていただければと思います。はい、はい、スカイプも立ち上げておいた方がいいか。あ、そうですね、スカイプ ID もう一回ちょっとご紹介しましょうか。ちょっと待ってくださいね、ツイッター、IS03 の新機能というか、もう本当に禁断のアプリということで、au さんも気合を入れて発表しました、スカイプ、こちら、スカイプ同士だと無料なのかな、うん、で、実際に IS03 でスカイプ試します、で、実際に喋れてます。というわけで、梶田さんが再び、ID を、入れて、はい、サインインをしているところです。 今 ID をまた改めて晒しますので、はい、気になる方ははい、かけてきてくれればもう突然お待ちしますので、電突電池パック単体で充電は多分できないんじゃないですかね。これ電池パックで単体って感じではないですよ。ではないですかね。はい、スカイプ立ち上げましたので、まあ、またもしお電話
してみたい方はぜひかけてみてください。何ですかこの番組は、なんかFM ラジオ風のこう、ね、僕らがそっち側のあれになっちゃってますけど、はい、今ですねノースウェブさんの、公開生放送がアリオ札幌1階ハーベストコートで行われてまして、はい、その脇の、ひっそりとですねお子様が DS を楽しまれている横でですね、おじちゃんたちのことはどう思ってるんでしょうか、ね、何喋ってんだろうこの人たちはっていう感じで、ね、なんかブツブツ喋ってるよと思われてるかもしれない。 DS に興じるお子様の横でですね、私たちブースを構えてユーストリーム中継を行っております。はい、あと半分頑張ってくださいってありがとうございます。3時間喋ってるんですね。もう3時間喋ってるんですね。大丈夫ですか。でも結構わたわたですよね、こう携帯いじりながらだと。いや本当に、喋ることにももともと僕らはそんなに別にプロの喋り屋さんなわけではないので、ね、はい、ID を晒しますよ。はい、ジャイブが見てみたい。はい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 、ジャイブか。僕もいじりたいんですけどね。これいろいろ ID 登録した方がいいわけですよね。ジャイブね、ちょっと待ってくださいよ。ジャイブ。一応今回の売りの一つなんじゃないですか、ジャイブは。ジャイブで何っていう方もいらっしゃるかとは思うんですけども、いわゆるいろんな、アカウント、外部アカウントみたいなものを、管理できる、ソーシャル電話帳アプリということで、はい、ミクシー、ツイッターなんかいろいろ、Facebook とか、とそういういわゆるソーシャルメディアみたいなところを、うん、いわゆる一括管理するジャイブという機能がこの ISL さんには入ってます。そう、なんか調べたら一括管理だけじゃなくて、なんだっけ、電話帳アプリなので、はい、だ個人の例えば服部さんなら服部さんのツイッターはこれで、ミクシーはこれで、はい、Facebook はこれでみたいな連携も取れるみたいで。なるほど。普段だと電話と E メールしかなかったのが、そうですね、そういったところも合わせて管理はできる。うん、そんなのあるんだっていうことなんですけど、これね、電話番号込みで登録しないといけないみたいなんで、ちょっとじゃあ入れれないのかな。入れれないかな。入れれるけどちょっと、うん、そこまでやっていいのかどうかもよくわからないので、今ジャイブの立ち上げ画面ちょっとご覧いただきましたけども、ちょっとね、僕もジャイブいじりたいんですけど、まだサービスインしてないので。あ、そっか、だからまだできない、はい、なるほど。まあ一応 au1 の ID でもログインできるってことなんで、今まで au 使ってる人はそのまま au1 の ID で、でもしくは新規登録という感じみたいですね。なるほど、はい、ジャイブは、ここもちょっとISLさんの新しい機能としてかなり、ユーさん一押しだそうですの です、ね、あ、今ジャイブの画面ご覧いただいてますが、はい、すごいいじりたいんですけどね。ちょっと気になりますよね、この向こう側の画面が。ジャイブとはぐらい押してみましょうか。あ、そうですね。なんとこれは楽な。ね、僕らが喋らなくてもいいわけですね。はい、まあ説明がありますが、これダブルクリックででかくなるのかな。はいはいはい、はいはいはい、この辺はこの辺あれですね、これまでのスマートフォン使えてた方は馴染みやすい、はい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 、という言い方でいいんですよね。そうでしょうね。でもやってよってむせた。やりたいですよ。だこれね、いろんなところが紐づいてないのでまだ、はいはい、そうそうそう、だからやっちゃうかい、ダメかい。やっちゃいますか。僕ね、 AU1 の ID 持ってないんですよ。 AU1 の ID 確か僕持ってないな。今電話番号、電話番号一瞬見えましたね。これデモ機の電話番号なんで、で電話番号と関連してやらないといけないみたいなんですよね。なるほど。だからちょっとまあ難しいかな。ちょっと確認取らないと分かんないですね、できるのかどうか、はい。まあ、サービスが始まってるのかどうかもちょっとわかんないですけど、うん、世界カメラとか押してみる？ああ、ちょっと世界カメラ見てみますか。世界カメラはいわゆる拡張現実 AR ということで、いろんなところで言われてますけども、カメラを向けます、いろんなところに向けます。でこれは
ビデオを撮ってるわけじゃなくてその向こう側が見えてるわけですけども、そこにエアタグというものをいろんな人が設定すると。例えば蕎麦屋さんがあったとしたら、そこの蕎麦屋さんにここの蕎麦美味しいよっていうエアタグをつけると、他の人から世界カメラを通じた画面に、現実の画面にこう風船のようにタグが映るという、まあ、そういったあのサービスですね。はい、今位置情報取得中ですけど、はい、まあアリオの中なんで多分エアタグはついてないと思うんですよね。そうですよね。世界カメラもおジャイブ良さそう、日本向けなのに Facebook のアカウントにも対応してるのかと。そうですね、うん、スカイプ、あ、途中からいらっしゃった方ですね。実は午前中ちょっと、はい、やったんですよ。やったのでもう一回、まあ後でちょっと改めてやりましょう。はい、はい、AU1 の ID 適当に取ればできちゃうはず。ちょっと後やってみましょうかね。はい、今世界カメラは、まあ、位置情報がちょっとここ書いてあ、撮りましたね。撮りましたけどエアタグは、どこにも見えないですね。じゃあちょっとこっち側向けてみましょうか。向こうのカメラに向けて。向こうのカメラ、はいはい、こうしてみましょう。はいはいはい、こういう感じに、はい、俺の手が映っちゃうねこれ、はい、こんな感じで、こんな感じで、はい、ただいま世界カメラのこれ画面を起動中です。はい、カメラなんていいからやっちゃえって。何を、どれ、スカイプ AU はだからやってますってでも ID 晒してるんで電話ください。あ、そうです、今 ID 晒してるのでスカイプ AU 皆さんができますよ。はい、ここにかけることできるんで、そしたら僕ら受けるんです。はい、受けますから。僕らとスカイプで会話しましょう。会話しましょうというか、まあ、このままなんですけど、はい、はい、というわけで世界カメラエアタグがないとちょっとピンとこないかもしれないですけど、はい、スカイプはずっと立ち上げっぱなしにしてるので、はい、そうです、裏でずっと起動ができるので、はい、なので先ほどもツイートであった ID に連絡をくれれば、はい、会話できますから、うん、ゴン JP さんぜひ、はい、スカイプお待ちしますよカメラもうちょっと引いてもらっていいですか。恥ずかしくなってきた男2人 の, 何, も、ね、何もないバックのアップなので、ね、全然引いてて大丈夫ですよ。会場の雰囲気も含めて。あ、ジャイブは26日開始公式スタート、はいはいはい、ってわけなの で、ね、じゃあまだできないんですね。はい、はい、じゃあまたこれスリープにしといたらいいのかな。スリープにしたらスカイプも切れちゃうのかな、これ。それどうなんですかね。実際誰かやってくれないかな今、先ほど、ID 晒してます。札幌シックスエイジのツイートを見ていただければ、ID 晒してありますので、はい、お電話ください。はい、そちらの ID 宛てにぜひ、はい、ご覧いただければ。 iPhone 用のリモコン&マイクとかって使えるのかな。端子が一緒なら使えそうですけどね。あれ、アンテナ、なんか、なんだっけこれ、なんですかそれ。あ、ん、なんですかこれ。わかんないや、いいか。これさっき僕やったんですけど、あれ、これ、カリタさんとやったんでしたっけ。なんでしたっけこれ。あ、アンテナですね。はいはい、これってすごい絵ですよね。スマートフォンからアンテナ伸びてなかなか見れない風景、ね、なかなか見れない。これワンセグあるから。かけてみようかな。あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ、お待ちしてます。あ、スカイプにインスタントメッセージを送るので、どんな風に映るか表示見せてください。あ、どうぞどうぞはい、はい、あ、なるほど、マスターがじきじき登場になるということなので、じゃあ、まあ、こっちの画面も映しながらで。はい、はい、じゃあちょっと、はい、インスタントメッセージ送ってくだされば、はい、その画面をお見せしますので、ちょっと映っちゃいますけど、はい、はい、それでよければどうぞどうぞ。はい、はい、ね、あ、なんか来ましたね。はい、はい、というわけでちょっと確認します。ちょっと待ってくださいね。こんな感じです。映りますかね。向こうの、
ここは絵だけで PNP で。これ、うん、その人に、うん、うん、その人が、うん、そうそうそう、あの見せてくださいってことなんで大丈夫です。そうそうそう、はい、あのダメだったらすぐ言ってくださいね。はい、これがあのその IM の表示画面ですね。あ、マスターはラジオの方の登場になりますので、そうですね、はい、こっちじゃないです。なのでそちらに登場しますので、そちらになったら、映像を切り替えて音声を切り替えて、まあ、こちらは IS03 はちょっといじくり倒しますので、はい、あ、電話来ましたね。お、電話来た。ん、あ、違いますね、承諾電話じゃなかったですね。はい、はい、はい、パーティーで、どうでしたかね、先ほどコメントをいただいた方。はい、IM 画面見ていただけたでしょうか。はい、あのこういった形で、IS03 でスカイプというのは使えるよということなんですけど、はい、よいしょ、あ、まずかったら言ってくださいね、ちゃんと、はい、これでいいかな。僕らはもういじくり倒してますので、はい、これで画面マスターになるんですかね、今度は画面と、そうですね、音声もマスターに。で、あ、なので僕らはなんとなく動いてるだけという感じになりますけども、はい、あのスカイプは引き続き、はい、あの皆さんからお待ちしますので、はい、あのこことだと全然ユーストリーム関係なく直で、はい、僕らあのいますので、はい、お電話いただければお電話いただければってこれ何なんですかこれはい、また一人、承諾しました。承認を送っていただいて、はい、はい、どん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 送あの、ID 承認もお待ちしますし、IS03 の方にどうぞスカイプからどうぞご通話ください。どういう風に通話できるかというのを今実際にやってみてます。そうですね、あの音声気になる方多いと思うんで、かけてみると分かるのかなと思います。これはあの実際に実機触っても絶対できないので、そうですね、はい、この機会しかないので、ぜひこの機会に皆さん試していただければと思います。はい、いやもう1時過ぎてきちゃった。そうですね、マイクスタンドないんですよね。マイクスタンドないですね。持ってくればよかったね。失敗しましたね。会社さんにお願いしたら普通にありましたね。そうですね、あの普段はアティックという、はい、イベントスペースで、はい、運営しておりユーストリームやってるんですけど、会社さんはそうですね。マイクスタンドありますもんね。今日アティック何やってるんですか。今日何でしたっけね、覚えてないですね。すいません、無茶振りしてすいません。自分のイベントスペースのスケジュール覚えてない人なんで。そこであの毎週木曜日にボロトークという番組をやってるんですよね、ユースリームで。はい、そうそうそう、服部さんは月曜日と、はい、あとランダムに中継に行ってますよね、はい、月曜日プラスランダムです、ね、乱れ打ちで中継やっておりますの で、 そうですね、あのアーカイブ見ていただけると、今下にアーカイブあると思いますけど、1個ぐらいちょっと前に遡るとサマーウォーズの細田守監督がサマーウォーズとか次回作について語ったものとか、まあ、いっぱいやってます、はい、いっぱいやってます。スカイプは PC みたいに音声通話しながら文字チャットもできますか。操作的に難しいですね。あのこう喋って音声通話がこうなんで、こうだ、こう打つのはちょっと画面が見えないので、うん、機能的じゃないかもしれない。そうですね。でもできるんですかね。どうなんでしょうね。まあちょっとお電話があったらちょっと出てみよう。まああのこればっかりは僕らもあの受信がない限りはあのそうですね、伝突待ちってやつですね。ニコ生ですよ、完全にこれ。はい、みんなね、不思議と電話してこないもんですね。いやでもこれ僕が家で見てたらちょっと緊張しますよ。あ、そうですか。でも別にあの音声流れるわけではないんで。あ、そうですね、僕らが聞くだけなんで。はい、ここは、ね、ん、なんだ、スカイプエコー123で音声テスト、
あ、いや、音声テストしたんですよ、さっき。一人かけてくださった方がいて、音声は全く問題なかったです。あ、そうですね。あの、午前中に一度お話はさせていただいたので。はい、で、まあ、皆さんが実際に聞いてみたいかなということで、はい、今現在 ID を晒して、はい、皆さんからのちょっとご連絡お待ちしているところです。そうですね、聞いてみたい方どれぐらい、ちょっと多少タイムラグがあったんですよね。1秒ないぐらいですか。1秒ないぐらいのタイムラグがあったんですけど、あ、はい、あ、というわけで、FM ノースウェーブさんの方で、また、はい、コーナーが始まるそうなので、そちらに音声を移させていただきます。どうぞ楽しみください。それから私、鹿島インティライミと私、直人インティライミがお送りしております。はい、というわけでまたこの時間がやってまいりました。今回ですね、大フィーチャーしています、うん、IS03 について IS マスターの木南翔太さんにまたいろいろお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします、よろしくお願いします。マスター、またヒゲが一段と長くなって。いや、全然ヒゲも生えてないから、全部剃ってる系で。なるほど。はい、先ほどはですね、この IS03 について、はい、携帯とパソコンの両方の機能を使えるスマートフォン で、はい、でまた携帯の機能が非常に充実していると、お財布携帯、それからワンセグ、赤外線通信とね、使えるというお話だったんですけれども、うん、はい、そうです、はいはい、最近ですね、 au のユーザー、リズモですとかナビウォークなどを使っている人が多いですけどもね、はい、この IS03 についてはどうですか。あ、もちろん今まで通り使えますね、うん、リズモでお気に入りの音楽を見つけて聴いていただくことはもちろんなんですが、はい、ナビウォーク使って知らない街でも迷わずこう歩けたりします、ね、なるほど、なるほど、なるほど。さらにその他にも E メールとかって C メールとかあったじゃないですか、はい、そちらも今まで通り使えるんで、うん、今までの携帯からもこう違和感なくこう乗り換えることができるんじゃないかなと、はい、なるほど、思います。メールもやりやすい感じで。そうですね、何も抵抗はないので。抵抗ないの、抵抗なしで。なるほど、はい、あとはですね、無料通話であるパソコンのスカイプ、あ、はい、うん、はいはい、あれもなんでも今回 の IS03 では使えるというふうに聞いたんですか。そうですね、スカイプ使えます。禁断のアプリとして発表されたスカイプなんですけれども、禁断のアプリ、禁断のアプリ、禁断のアプリ、おお、ちょっとどういうことする。え、アダムとイブ的なってこと。あ、そういう捉え方もできるんですが、まあそういう捉え方ですね。ちょっと合ってんだ。禁断のアプリとして、禁断のアプリ登場したんですが、簡単に説明しますと、はい、通話がこう無料なんですよ、音声通話が、スカイプっていうのは、うん、で従来のスカイプだとネット回線を使っていたので通話の品質がそんなに良くはなかったんですけど、はいはい、今回 au で使えるスカイプは音声回線を使ってるので、うん、普通の通話と同じ品質のいい感じでこう通話ができますよっていうことで、普通の電話と一緒の印象ですね。もうほぼほぼ、ほぼほぼ、もう高品質な、すごい音が聞こえてくるので、じゃあその例えばナオトインティラミが喋るその声みたいなやつもちゃんとそのまま声でスカイプを通して、声で聞こえてくるかな。翔太インティライミも今声になったけど、声で、なるほど、そうですね、大事ですよそれ、はい、やっぱ声はね、押していきたいので、はい、すごい息の相方ですよねこの二人は。なんかさっきこれは言っていいのかしら、はいはい、なんか男子会やるみたいなノリもあって、そうですそうです、なんかちょっと他人じゃない感じですマスターなんかねえ、いやもう、ねえ、前世でもしかすると付き合ってたかもしれないね。まあ、泣きにしもあらず。また左乗っちゃうからね。そこはないでいいよ。からの、からのこれ、なんかいろんな他に機能はなんかあるんでしょ。そうですね、でちょっとお仕事の話に戻りますと。うん、はい、申し訳ないです。ということで、高品質な通話ができるスカイプを通じてということで、はいはいはい、ちなみに料金の方はこれはスカイプを通じるというのは、もう無料で、無料になるわけですね、はい、できるので、スカイプ同士で通話できているイコールこう音声無料通話と考えていただいて、はい、すごいですね、新しい料金みたいなのもあったり、ね、はい、そうですね、まあ、禁断のアプリって言われるだけありますね、そうですね、なんか、はい、ジャイブっていうのがあるの、なんか、そうですね、ジャイブっていうのもあるんですが、うん、何それは、ですね、例えばミクシーとかご存知ですよね。ミクシー、はいはいはい、で今流行りのツイッター、うん、あと芸能人のブログで有名なアメブロとかってありますよ、はいはい、やってますよ、はいはいはい、であとグルナビとかジャランとかっていう、そういう情報誌とかもあると思うんですが、はいはい、そういうサービス16個のですね、サービスをまとめて楽しめるアプリっていうことで、へー、例えば
こう例えばそうですね、ミクシーとかツイッターにコメントを一つ一つ巡っていかなくても、うん、そこでこうまとめて返信してしまおうとか更新してしまおうということができるような、あ、便利な感じだな、まとめてやるの、はい、たくさんやってる方とかは特に便利だと思います。そうですよね、はい、便利っぽいねこれね、え、はい、まあ、パソコンで楽しんでいる人が多いものをこの IS03 では全部携帯で楽しんでる、うん、まあモーラってことですよね。モーラです。モーラってことですよね。モーラっていうことですね。なるほど。顔ね、今のほとんど顔ね、今のはほとんどそうです、ね、リスナーの方ラジオ聞いてる方々ほとんどわからない今ショータインティアミの顔芸でしたけど、顔芸だったんですかね、なるほど。ちなみにあの気になる料金の方はどんな感じになってますか。なるほど、はい、ですね、IS フラットというあのスマートフォン向けの新料金が発表されたんですよ、うん、でそちら上限額が5460円のバケット定額制のもので、あのインターネットが使い放題っていうものなんですけど、まあ、その他にもですね、毎月割っていう割引サービスもあるんですけど、これはですね、あの IS シリーズご購入した方にですね、最大24ヶ月ご利用料金一定額をこう割引くサービスなんです、なのでこうより au のスマートフォンをお得にご購入いただけるかなと。なるほど、思っています、ね、手伸ばしやすいよと、はい、そうですね、学生諸君も手伸ばしてもいけるよと。あ、もういけます。なるほど、すごいですね、はい、まあ、使いこなしたら1台で何でもできるし、そうですね、料金もリーズナブルと、はい、これは優れもの。ちょっとスマートフォンいいね、いいですよね。ちょっと若干俺ちょっと保守的な部分もあって、なるほど、なんかちょっとこう、いや今までの携帯でいいんじゃないかみたいなのがあったけど、はいはいはい、それ一個全部ね、全部入りな感じが便利なんでしょ、持っちゃったら、はい、持っちゃったらもう話せないんでしょ、もう話せないですね。なるほど、今手元にあるんですけどね、直人さんもすごい、うん、さっきから気になってずっといじってらっしゃってね。そうですね、これ、ちょっとまだ使い慣れないんですけど、なんかすごい硬いんですけど、手さばきが。というわけでね、これ1台で何でもできるということで、IS03、こちらについて、この時間は IS マスターの木南翔太さんにいろいろとお話を伺いました。木南さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。マスター、また男子会で。あ、ありがとうございます。ぜひ、ありがとうございます。あの説明が終わりましたけどね、来年もスカイプ無料なんでしょうかね。それはちょっと気になるところですね。ね、国内からの、ね、スカイプ通話に関しては無料、うん、で、ただし来年の12月以降の料金に関しては別途お知らせいたしますというようなアナウンスです。そんなのね、そこで有料にされたらね、まあそうなったらちょっと大変ですけど、大変ですけど、ね、っていうか、まあ、あの使い勝手次第かもしれないですね。そうだよね、うん、まあ、ちょっとスカイプの今まで使ってる人が無料で使ってる人が多い中 で、うん、でそのあたりはちょっとそうです、ね、あの使い方としてどういう使い方があるのかなっていうのはちょっとまた、ね、保証してほしいですよね。永久無料ですから、ね、そうなったらそれありがたいですけど、ね、そりゃなかなかないから、いやいやいや、それぐらい言わないと。禁断のアプリというからには、禁断のアプリというぐらいなら ね、ただその便利なのは確か、確かですね、うん、便利なのは確か、本当にあの家で、あ、ね、スカイプにパケ代かかっても毎月割のこと考えたらほとんどじゃパケ、まあそうですね、パケ定入るだろうと、うん、そこが条件ですからね。そうですね、そうそうそう、まあ、なのでそのあたりも含めてちょっと検討してもらえればなというふうに、う、ね、で au の本当にあの僕とかもそうですけど、これまでの携帯使ってる人はそんなにあの欲しいなと思ってたらあんまり悩まなくても全然買い、そうですね、この何でもあり感は絶対買いだと思う、うん、今充電って何パーセントぐらいなんですか。充電は、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、よいしょ、先ほど何分ぐらい前の、30分ぐらい前かな、充電始めまして、20% ですね。20%、まだなかなかたまらないですね、やっぱりいじってると、まあ、スカイプとかもちょっといじってましたからね、まあ、なのでこのあたりまたたまってきた頃にははい、いじったりしたいと思います。今のところね、スカイプで電話はかかってこないんでね。そうですよ、せっかくこうなんかあの何ですか、はっちゃけた感じでちょっと煙突待ちっていう感じで、リストにこう加えたのに電話かかってこないですね。あのもうリストは入ってるので皆さんお待ちしますよ、すでに承認いただいた方、あの
こっちからかけますか怖い怖い怖い、今みんなびっくりしますよ、この向こうのソーシャルストリームの皆さん、今オンラインの人たちに OK だったら OK って言ってくださいね、順々にかけてもいいですよ、かけますよ、はい、かけますよって怖いですねかけますよってそんなことはないあの OK であればぜひ言っていただければ、はい、ね、っていうかまあ、あ、来た、お、来ました、来た来た、もしもし、あれ聞こえないな、あれ切れたかな、かかるのかなみたいな感じかな、もしもし、あ、あこんな感じですよ、あ、結構こそうですね、今度は昼間よりもタイムラグないですね、これ、おお、さっきは結構今ですね、実際にISDさんで使ってフォント無線 LAN 経由、はいはいはい、向こう、あのお電話されている方がフォント無線 LAN 経由ということで、はいはいはい、こちらは 3G です、はい、あ、じゃあそちらもスマートフォンなんですか、あ、すごいですね、何の問題もないですねこれおお、楽しいですねちょっとあの、お二人すごい楽しそうちょっと僕置いてき、あ、じゃあちょっと服部さんに変わりますね、はいはいはい、はい、すごい、まんまですよ、あ、どうもお世話になっております、札幌市区設置服部でございます、あ、どうもお世話になっております、本当にお世話になっている方があ、全然普通に喋れる、はい、先方もスマートフォンだったんですけど、あ、すごい、あの無線 LAN を返して、ね、会話してたんですけど何の問題もなく通話できるという感じですね、ただの電話ですもん、ね、完全に、あの180人の方ご覧になっていますが、もう完全にテレビ電話、はい、あの頑張ります、はい、ありがとうございますあ、というわけで、じゃあはい、じゃあちょっと切りましょうか、はい、はい、そうですね、すみません、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます、失礼します、はい、はい、というわけで通話終了しました、通話の品質とか教えてよっていうことなんですけど、これ今良かったっすね、普通に電話ですよね、もうあのラグ感はない、ないラグ感はなくて、音質は普通の電話より格段にいい、うん、多少くぐもってるような気はするけど、でも電話の音声でしたよね、うん、そうですね、うん、うん、なんか これは一回やってみると、あ、すんなりっていう、うん、そういう感じですよ、違和感とかがない感じ、あのゴン JP さんもぜひぜひ、ええ、ID 早いっすよ、かけてきた方が早いっすよあ、それは分かりやすいですね、はい、うん、3人通話いけますか、それやり方が分かんないんですよね、なんかさっきはいけるみたいな、もらったものだったらいける、も文字かな、インスタントメッセージはいけるのかな、うん、うん、本人通話できるのかな、ちょっとね、やり方がよくわかんないですよね、僕らも実験しながらなので頑張っておりますが、はい、僕らも今日なんでいじり出したのが、そうですよ、ようやくちょっとでも使えるようになってきました、使えるようになったところで僕ら変えてもらえるわけじゃない、いや、そうですよ、今キャンペーンやってますのでって僕さっき言われましたよちょっとあのフリートークの中に、あの僕 au のこれまでのちょっと携帯なんですよねって言ったら、はい、ニコニコと、いや、もう今キャンペーンやってますのでどうぞよろしくお願いいたしますって言われてねえ、こんなことやってんならちょっと変えてくれたってね、僕ら au、 そうです、ね、au ユーザーの2人がたまたまお送りしますからね、まあね、無理な話だとは分かってますけど、ね、でも何もでも言いますよ、 au 大好きって、ね、ね、いくらでもね、褒めますよ、はい、まあ、ただ、はい、だから僕はここに映ってるんですけど Mac ユーザーなんで、あ、そうですね、リスモとか全くパソコンと同期できないんですよ、アプリがもう、おまた来た、で、まあ、来た来た来た、もしもし、はい、聞こえますよ、音いいですね、そちらパソコンですか、パソコンタイムラグないですね、そうですね、ただいまスカイプで梶田さんが、ご覧いただいている方からもう突然のお電話でしたが、どのぐらいの、ね、品質で聞こえるかというのをです、ね、実際かけていただいた方が分かるので、現在た今ご覧はい、というわけで今ただいま梶田さんがスカイプで IS03 を使ってスカイプで会話しておりますので、
まあ、どのぐらいの音になるかというのはすごい分かりやすいかと思うんですけど、皆さんからも、スカイプお待ちしております。はい、はい、今パソコンからの方だったんですけど、はい、問題なくちゃんと、さっきの、 やっぱりスマートフォンの方の方が音声が綺麗、はい、相手の方が綺麗に聞こえるっていうのがあったんですよ。パソコンだとこう、いわゆるこういうマイクとかだったり、まあ、こういう普通のマイクだったり環境によってまた変わりますね。いやでもすごいな、こうやってちゃんとできるようになったんだ。そうですね、でタイムラグも本当にほとんどなかったですね、今のも。やっぱり相手の回線でのにかなり依存するあるかもしれないですね。あ、なん大丈夫ですか。はい、ライブの、音声があれなので、はい、いやこれもう電話いらないっすよ。え、電話いらないでしょこれ。いわゆるそのパソコンというか、その、あ、電話というか通話いらないでしょ。通話がいらない、スカイプみんな入れれば。ああ、もうそうですよね。うん、パソコン側からかけて PC 側が3人目を会議通話に通過したらいけそうな気がする。パソコン側は、うん、分かんないんでやってください。俺とお前でやろうぜみたいな。なんか混ぜてくれれば僕やるんで。はい、待っててください、ね、僕らかけますよ。はい、ただいま、ラジオの方はですね、バニャミンさんのゲストパートも終了しまして、はい、この方だった、この方だったんですね、まさきさんだったんですね。ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます、ご連絡いただきまして。すごいこう画面が見えてるんで不思議な感じがするっておっしゃってましたね。僕らはお顔見えないですからね。まさきさんは僕ら二人のことをご覧いただいてますけど、どうもありがとうございます。ラジオの方はですね、この後、もう間もなくかな、何時ぐらいになるんだろう、ナオト・インディラ・ユミさんのライブもアリオ札幌で行われますので、はい、何度も繰り返しになっておりますが、アリオ札幌1階ハーベストコートへぜひ皆さんお越しいただければと思います。もうなんかどんどん人増えてないですか。もう僕らのスペースがですね、どん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 ぎゅうぎゅうになってきましたね。僕ら邪魔みたいな。いや、そんなことないですよ、今180人の方ご覧になってますから。そうですね、この現場より多いですよね。多いですよ、多分。ありました、ありました、多分多いですよね。はい、まあ、あくまで多分ではございますが、はい、はい、いい感じそうだねっていう、うん、やっぱり実際こう話した人のそういう話があると、そうですね、分かりやすい、感覚的に分かると思うんで、うん、もうね、スカイプはね、いつでもかけてください。ちょっとユースト見てみますか。ユーストですか。さっきの続きでそのまま行きますか。あ、大丈夫ですよ、そのままで。はい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 、じゃあちょっとユースト見てみますか。あ、そうか、ユーストリームを見れるかどうかってやってる途中でしたね、はい、それは。ちょっと待ってください、今アナウンスしますね。はい、はい、というわけで、画面が出てるかな。はい、いや、いじってみます。はい、ユーストリーム、じゃあ、こっちに、はい、ビュアー、はい、はい、来た来た。で、検索したんだよね、はい、さっきは。これで、はい、あ、さっきの履歴が残ってる。あ、すごい便利、よいしょ。で、これだね。はい、出てます。はい、ちょっと方向が逆側向いちゃってますが、今実機触ってきたって。あー、ほんと、あー、すごい。ソセグロックさんかな。はい、もう見れてます。はい、見えてますね、ちゃんと見れてますね。皆さんからのツイッターものコメントも出てます。あー、出てますね、出てます、出てます。見る分は全然問題なく見れそう。で、今その、アプリ側というか、ユーストリーム側のあのあれでちょっと書き込みが、はいはい、多分ここからできないはずなの。あ、そうなんですね。うん、うん、本当だ。そうなんですよ。なので見るだけ。ブロードキャスターも録画はできるんですけど、そこから書き込みがまだ今できない状態。はいはいはい。なのでアップデート待ちみたいな状態なんですけ ど、ね、全然ユース見れます。で、配信もできます。いいですね。あっという間に終わっちゃいましたよ。終わっちゃいましたね。そう、全然見れる。はい、こういう形でいろんなユーストリームを携帯で見ることが、ワンセグのようにも見ることできます。はい、はい、じゃあ充電がどうなったかっていうのを、はい、ちょっと見てみましょう。はい、はい、
ですよね。よいしょ、充電が、多分これ充電を簡単に見るアプリとかを入れれば、簡単に見れたり、見れるんでしょうね。あ、そんなあるんですね。多分あると思いますね。ユーストリームのアプリあるのっていう方がいらっしゃいますが、ユーストリームプロデューサー、ユーストリームブロードキャスター、これまでのスマートフォンでユースリム、行ったことある方はおなじみのアプリが Android でも入ってました。で、簡単に中継も、拭いた方がいい、見ることもできました。あ、画面を、あ、すごい、僕携帯クリーナーって持ってないです。え、札幌 18.2 度あるの。暑いですよね。コート着てきちゃった。はい、電池使用量でいいのかな。はい、違った。端末、なんかじゃあこのまま今日今適当にいじりますか。まず携帯の残量を見て、電話番号とか映っちゃうんで。あ、そっかそっか。そう、まだ 20% ですね。はい、 20%、はい、そうです。はい、おお、危ない危ない、大丈夫。徐々に、ちょっといじりますか、はい、適当に。もういじったよ。なんかそこにある他のゲーム系とかあったりとかしますか。ゲーム、ね、名刺リーダーとか、バーコードリーダー、歩数計、アラーム、歩数計、健康レシピ、トイコック。何ですかこれ。ハンゲームですね。ハンゲー、いわゆるハンゲーと呼ばれるこう無料ゲームとかの類。あらら、かわいい。てや、あらかわ。なんすかこれ。たーたー、操作しにくいっす。あとルールをまだ僕らは唐突に始まりましたけど。これどういったルールなんですかこれ。わかんねえっす。まあ、こういう、あ、消えた。なんだろう、何が3つ揃えるとそれが消える。消える。ハンバーガーとかが3つになると消えるのかな。うん、おそらくですね、普段ボロトークをご覧になっている方はですね、カルタさんがこのゲームを遊んでいるところはもう二度と見れないと。多分二度とやらないですね。ハニーなゲームを。こんなゲーム二度とやらないですよ。いやいや、そういうあれではなく。キャラクター的にっていう意味ですよ。半ゲーできるみたいですね。半ゲーできます。いい、もう。はい、ルールを分かんないでやったことを。こっち行きます。また半ゲームですね。これ僕やりますか、ちょっと。じゃあ、はい。お、なんだこれ。え、なんだこれ。どうすればいいんだ。お、なんだこれ。回転させるんじゃないですか。回転。僕よりゲーム慣れしてないですか。あ、なんだこれ。やばい、面白さが伝わらない。まあ、こんなゲームがあったり。残念、面白くないゲームだったということで。はい、ゲームだっていっぱいあるもん。ゲームいっぱいありますから、ね、ダウンロードもいっぱいできますから。あとこれピアノやってみますか。いや、あ、これ流せない。はい、というわけで、使い方がわからないということですね。はい、多少なり説明を読めと。はい、そうです。一応ですね、最初に読んでいた方がいいよという。はい、はい、何、ホーム画面で画面の上から上の方から下にスライドすると情報見れますよ。ホーム画面で画面の上から下、フリック、メインメニュー。できねえっす。どうやってやんの。できないよ。教えて。できないよ。わかんない。じゃあ次行こう。なんだろうな。ニコビューアーってこれニコニコですか。あ、ニコニコ。違うか。ん？他の？あ、多分ニコニコです。あ、ニコニコ。
これもみんな気になるところかも。多分動画は流せないので、まあちょっと、サムネイルだけになっちゃいますから。もう普通にこれランキングですかね。はいはい、これ流しちゃダメなの。ニコニコは流せないですね。はい。なんかよくわかんないけどすぐ見れそうです、ね。L 社あの大丈夫だ問題ない。はい。大丈夫だ問題ない。ランキングで見れたり、コメントで見れたりするのかな。タグ検索もありますね。はい。どっかかな。はい、ニコニコもビューアーちゃんとありました。はい。これボンバーマン、これ何ですか。ハトソン、プレイボンバーマン道場 with your friends and other gamers。 なんでこれ英語のあれなんだ。ネット対戦できるってことですか。え、ボンバーマンですか。アザーゲーマーズってことはそうじゃないですかね。他の、プレイヤーと対戦ができる、うんうん、あ、ゆっくりだよって。あ、ゆっくりやればっていうこと。はい、後でやってみます。はい、じゃあちょっとこれは名前を入れなきゃいけないのか。名前入れた。はい。お、なんだ、パスワードめんどくさい。パス。はい。じゃあもう一回ホーム画面で上から下にゆっくり、ゆっくり。ホーム画面ってどれ、これ、こっち、違う、やっぱこれかな。時計とか出てるステータスバーを下に引っ張る。おー出た。おお出てきた出てきた出てきた。おー楽しい。おおちょっといいですかいいですか。はいはいはい。おおで、まあ、ここからでやっと 30% 溜まったみたいですね。あ、なるほど、ここで見れるわけですね。あーなるほどね。起動中アプリとかもこれで見れるのね。あーいっぱい起動しちゃった。ああそうか、起動中のものがこう裏でちゃんと起動してるのも今一覧で見れたりしましたね。なんかアプリがホームボタンを押しても終了しないんですよ。みんなあのホームにはいわゆる戻るっていう概念なんですね。はいはい、裏でみんな生きちゃうんですよね。ちゃんと終わってからあのパソコンもちゃんと、終わるときはシャットダウンしようねと。そうですね、いうようなことと一緒ですかね。ただいま裏で動いてるものを梶田さんが消しております。こういう形でね、できると。これでもめんどくさいですね。でもどうなんですかね。多分ちゃんとした終了の仕方あるんでしょうね。こういうのも多分 Android とか、ね、まあ、オープンソースでいろんなところがいろんな便利なものを開発しながらっていうのもどんどん出てくるかもしれないですね。はい、今は IS03 をですねゆるっと触っておりますので、はい、はい、まあ、こんな感じでできちゃいますよ。みんな現場来て触ればいいんですよ。うんうん、あ、それが終わったらウェブの速度を見せてください。はーい、はーい、じゃあ行きます。本当に皆さんのコメントにですね流されるがままに、はい、もうやりますよ。やれって言われることやりますよ。何でもやりますよ、何でもってできることやりますよ。普通にじゃあ検索しましょうか。何検索しようかな。札幌 6H でいくか。 ありがとうございます。いや、やめた。スペース先に僕もそれを言えっていう話です、ね、スペース、これ IS、 あ、ひらがなになっちゃったね。僕らも今日初めて触っているので、このあたりちょっと不慣れな点がありましたらご容赦いただければと思いますが、これちょうどいいから、あのフラッシュのね、どれぐらい表示できるのかとかも。そうだ、フラッシュ、この IS03 はフラッシュも表示させるの、これは売りですよね。他と比べてという意味で売りです。ポチ、IS03 のサイトをね。はい、あ、はい、あ、ガガ様が専用のサイトがあるんですね。ガガ様がいらっしゃいますね。はいはいはい、鎮座しておりますよ。はい、こういう感じで結構今のところはサクサクというような感じですけど。そうですね。じゃあガガ様行こうか、はい、あれクリックできねえ。来た。はい、ただいまレディーガガ様が、あーもう行った。おう、これはこれでも専用のサイトですよね、はい、なるほど。これじゃあ分かんない
はい、なのでこれが専用のサイトを見たらこんな感じだよっていうので、はいはいはい、じゃあ札幌シックスイッチ行こうか。ちょっと見てみますか。わあ、だおう。なんすか。いまいちね、操作がおぼつかないっつうか。なるほど、裏で起動か。 Mac 使っている裏は慣れっこだな。そっかそっかそっか、 Mac はそうなのか。よほら、ちょっと Mac ユーザーがの方がある意味この au の携帯にっていうこのつながり方っていうのは比較新しいんじゃないかなと。でもだからリスも使えないですよ、 Mac だと。札幌 6H、 はい、来た。で見ていただくと今ウェブ画面ですね。はい、はい、検索結果すぐ出ますね。これ全部 3G ですから、はい、Wi-Fi ではないです。はい、ちゃんと出ました。にょーん。で、うちのページも出てますし、右側に今日の、特設ページへのリンクもあります。そうですね。はい、今押しました。すぐ表示されますね。あ、待って間でしたね。あとまあ、こうやって、まあ、テキストは問題ないと、はいはい、で、そこの札幌ライブブロードキャスティングをしていただくと、うちの多分ユーストリームページがこれ、はい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 、直で埋め込まれているので、これいわゆるフラッシュがないと見れないですよね、はい、でもこれは Android の OS が 2.1 なんで、はい、フラッシュライトだっけ。あ、なるほど、そっか、それがないと見れないのか。で、ね、であ、いけんのかな。いける。どうでしょう。今、先ほどはユーストリームビューアーという専用のアプリでご覧いただきましたけども、今はちょっとユーストリームのホームページ、ウェブページ、ウェブブラウザーの方に直接、はい、行ってます。ここで見れるのかなっていうのを。なんだっけ、来春に 2.2 にアップロードされて、はい、OS が。で、その時にはフラッシュの普通の 10.1 かなんかが対応するらしくて。来春ですか。来春、春ですね。だから、やっぱ表示されないっすよね、まだ。あ、なるほど。あ、でも回ってる。あ、回ってるね。表示されんのかな。見れるかも。ちょっと待ってみましょうか。クッキーみたいなのあるっていう。ですね。ちょっと後で試してみましょうか。ああ、なるほどなるほど。保存されてるのかどうかってことですね。はい、拡大してからちょっとお知らせして。はい。すみません、もうね、スマートフォンに慣れてないもんで。ありがとうございます。拡大してから押します。縦画面のクエーティー入力は厳しい。ああ、さっきのキーボードかな。キーボード入力かな。ツイッターのアプリは、パッと見てツイートデックとかは普通にありましたね、アプリが。あと、はいはい、で見てみましょうか。はい、やっぱ出ないっすね、これ。回線の問題なのかな、の可能性もありますけどね。ウェブはでも早いですね、おっしゃるように。全然ストレスはないですよ。サクサクいきますね。うん、2.1 なので、フラッシュライト 4.0 ですね。はい。詳しいっすね。皆さん、ね。ツンデレさんがものすごい詳しい。詳しい。ツンデレさんここにいればいいと思いますよ。ツンデレさん間に入ってこうね、はい、うちらにご教授くださった、ね、そうですよ、マスター。マスター、本当のマスターそこにいた。はい、なんだっけ、ツイッターアプリ、ツイッターのアプリをじゃあ探してみましょうか。じゃあ頭のマーケット、あ、ツイッターの単独はないんだね。はい、そこからちょっと見てみましょう。まあ、アプリがどういったのを使えるのかというのをですね、今チェックしてみたいなと思います。はい、ツイッターで検索、サーチ、ツイッターで検索、あ、まあいいですね。なんかいっぱい出たよ。あ、公式もあるね。あ、公式ありますね。はいはい、見る限りでは今ツイッタークライアントもなんかいろいろあるな。いくらでもありますね。ちょっと公式でも入れてみましょうか。ちょっと見てみましょうか。よ、うん、もうインストールはすごい早い。早いっていうか楽。うん。別に分かりやすい。結構 Wi-Fi じゃなくてもこれぐらいのアプリだったら。うん。はい、もう間もなく。はい、2メガ数秒ですね。はい。
はい、というわけで今ツイッターの公式用、アプリをインストール、あ、インストール OK ですね。あ、終わった。はい、はい、あ、開いてみます。開く。はい、これまた入力しなきゃいけないんだね。はい、じゃあこれ僕いきますか。いきますか。はい、じゃあちょっと一回手元に、はい、手元に戻します。はい、入力してもらいますね。ツイッターの公式アプリをやってみます。お、回線速度計測サイトの短縮 URL、 ここで試してみてください。わかりました、やってみます。ちょっと待ってくださいね。今ツイッターアプリの使い勝手をちょっとやってみますね。結構これいじってるとどんどん時間経ちますね。これあっという間に終わりますよ、これ。そうですね。時が経つのはあっという間。はい、今札幌市区政地で、はい、よいしょ、ログイン。はい、どうかな、この辺かな。はい、というわけで、ツイート、まあ、どっから見ようかな。ツイート、タイムラインかな。これタイムラインかな。はい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 、早いですね、表示も。まあ、普通に見れますね。うん、はい、で、ちょっと戻って、まあ、例えばこのアット付きとか、はいはいはい、あと、まあ、あの皆さんからは札幌市区政地いただいたのも普通に見れてます。はーい、はい、うん、プロフィール、うん、まあ、こんな感じで、うん、何の問題もなく、うん、入力とかも多分、これか、これで普通に入れれる感じで。ああ、じゃあちょっと実際やってみますか。ちょっとやってみますか。あ、はい、じゃあもうあのテストって入れまして、これあの何度も言います、 G3 でやってます。 Wi-Fi は繋いでません。その状態でやってるんでかなり早いですよ。なんか、あ、ツイート、はい、ツイートしました。はい、というわけで、札幌市区政地が出て、まあ、こんな感じでツイートもできますよ。あ、したらね、ここにね、ちっちゃいアイコン出るね。あ、ほんとだ、なんだこれ。なんか20個新しい、多分あれじゃない、タイムライン出たとか、もしくはあのアットリプライかなんかわかんないけど、多分これツイートの数ですね。はいはいはい、はい、あのツイッターの公式の、ブラウザーで使ってる人はわかるかと思うんですけど、うん、ね、あの他の人のつぶやきがあると新しいつぶやきが何件ありますって、はいはい、はい、こう出てくる。それですね、小さいアイコンで、まあ、Windows でいうとこの右下に常駐してるような感じみたいな感覚ですね。で出てきますね。へー、こんなのがあるんだ。で立ち上がりっぱなしだから、あ、テスト出てますね。ちゃんとあの反映されてます。42秒前に反映されてました。はい、で速度ページちょっと待ってくださいよ。なんて羨ましい仕事だと思いますね。今日一日僕らいじってるだけ。本当にね、いじってるだけですよ。バニラビーンズさんの空気を、一緒の空気を吸ってですね、みんなが、みんながもっと質問してくれたら、いや、本当にあの僕らはあの皆さんのパペットとして、はい、代表していじってるだけ。皆さんの気になること全部こう解決しますよ。じゃあツイッターでさ、はい、これこの URL、 服部さんの、はい、ツイッターから、あ、違う、タイムラインじゃないか、ハッシュタグか。ああ、なるほど、了解です。今日のハッシュ、僕が検索すればいいですね。そうですね。はい、じゃあちょっと見てみます。 G3 じゃなくて3、俺 G3 って言いました。 G3 って何でしたっけ。ロボでしたっけ。グレート3ですか。何のロボでしたっけ。いやん、今スカイプで喋ってるのかな。ラジオなんか、なんすか、中継ですか。なんかスカイプで喋ってるっぽいですね。あ、スカイプでラジオも喋ってる。みんなね、スカイプをこう実際に試してる感じで、ラジオの方でもそんな風らしいですね。で今ちょっとハッシュタグで、今書き込んでいただいたあの回線速度計測サイトっていうのを試してみようと思います。必死です。まあ、ただ僕ら数字見てもわからないんで、あの皆さん見て判断してください。はい、はい、Sまあ、今日のハッシュタグが IS03、はい、アンダーバーどこだ。僕があのこういうスマートフォンに慣れてないっていうのは。そうなんですよね、僕ら慣れてないんで。すいません、本当に。
アンダーバーはどれだ？アンダーバーがないですよ。ありました、ありました。ありました。僕はすごい初期のこれ陥りやすい。はいはいはい。Go to the future の GTF ですね。はい、少々お待ちくださいね。そのウェブの速度を計測するサイトなんですか、この貼ってくださった URL は。それにちょっと行ってみたいと思います。はい、じゃあハッシュタグで検索ができたので、皆さんのハッシュを、はい、はい、あ、すいません。で、先ほどの、どなたがいらっしゃった7C_R さん、7分前、あ、5分前ですね、ツイートいただいてました。どれだ？あ、これか。はい、これっすね。よ、これで URL クリックしたらいけんのかな。あ、いけた、いけた、いけましたか。あ、違う、でここからよいしょ、よ、カズさん頑張ってあれ、いかねえな。はあ、た、あ、いた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 、うん、ガンダム？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 どう？え、ガンダム？あ、来た。どれ押せばいいの？下り、下りかな？はい、じゃあもうちょっと、これ押しますよ。押しますね。はい、ポチ。あくまで、今回はまだデモ機を使用しているというのと、まあアリオ札幌、ちょっとまあこういった場所での、テストということで、その点はご了承いただければというふうに思います。出た。はい。でかくできない。クリックですかね。あ。うん。最高データ転送速度 1.4 メガ。はい。はい。1秒で177キロ。で平均データ転送速度が 914.66kbps。 これどのくらいすごいんですか。これは早いんですか、遅いんですか何にもわかんねえっす。何にもわからん。これはもう、まあ、これ下りです。アリオ札幌で今転送した下りのスピードです。はいはい、皆さん見ました、大丈夫ですか。大丈夫ですか。メモのご用意と大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、じゃあ次は上り、上り行きましょうか。上りね、はいはい。上りは普通にそんなに出ない、うん、これじゃないか。よ、ちょっと失礼。アナログ ISDN 回線このページを開くのも初めてなのでいろいろ実験しながらいいのかな、これでいいのかな。よいしょ、はい、どうだったんだろう、みんなコメントがないのが非常に不安。結局ガンダムっていうのは何なんだろうねガンダムでツイート終わっててガンダムって何だろうただいまですね、IS03 で、アリオ札幌のハーベストコートから、あ、ちょっと込み具合の影響もあるから3回ぐらい試した方がいいですね。あ、やっぱりそう、あ、そう、あ、うちの技術部がいつもやってました。あ、そうなんですね。いろんなところで何度も何度も試して、はい、込み具合的に言うと半端ないですからね、今ここ一番ど真ん中ですから、ね、みんないじってますからねはい、これ今テスト中ですか。まだこれまだテスト中みたいですね、うんうん、さっきのスピードはどうだったんだろう。まあでもウェブ見てて、ストレスはなく見れてたので、まあ、はい、問題ないスピードは出てるのかな。あれ、上りテストの準備ができました。はい、はい、さっきのは結局早かったんでしょうかね、遅かったんでしょうかね。はい、僕らは皆さんにお伝えするつもりが皆さんに教えてっていういつの前かユーストリームになってますけどね。はい、教えてください。声ハモってそういう時だけハモって、わかんないもんだって速度なんてわかんないもん。あれ、表示されないな。IS03 で回線テストのアウト書きます。あ、G3 あ、ガンダムねはいはい、ね、分かんなかった。回線の理論値のマックスが 3.1 メガだから 1.4 出てればそこそこかと。あ、なるほど、十分じゃん。あ、よかったよかった、ありがとうございます。ツンデレさん、また、でもソナープーさんかな、ありがとうございます。もしかしたらたまたまかもしれないですから、もう一回やってみますね。はい、はい、3G として考えたら早いと思います。なるほど、さあ、もう1回目のテストは、アローターゲットさんもこれは 3G として考えたら早いと思いますよ。はいはいはい、うん、そうなんですね。だからやっぱりさっきウェブ動かした時も皆さんから早い、うん、そうですね、結構動くって言ってた、サクサクでしたからね、おっしゃっていただいたってことはやっぱり
多少やっぱそういうスピードがちゃんと出てたんだな、はい、今度は、最高が 2.1 メガ、はい、平均が 1.6 メガだからさっきよりちょっと上がった、うん、出てますね。あへー、じゃあ早いみたいですよ、うん、皆さん。へえ、これはあれじゃないですか。なるほど、攻められないですよね、うん、あ結構皆さん十分早い、携帯それぐらい出てる。 au さん今回かなり頑張ったんじゃないですか。気合い入れたのかな今回かなり頑張った。何速度通信の、ね、あの大変なんですよそこまで行くのに僕らあのなんか スカイプで URL 貼ってスカイプで URL あでもなんとかなるかも。はい、ただいま札幌 6H の、ツイッターあのメインの、クライアント、メインというか、はい、公式クライアント早いんですね、はい、入れてて、そこから皆さんのツイートを今チェックしております。はい、早い早い。コケマリオさんかな、ありがとうございます。あ今まさきさんが貼った速度ページの、はい、あなんだこれ、おっとアプリで計測します。急にあの理系な匂いがしてきましたが、なんかアプリみたいですねこれ。あなんかスカイプ来た、おスカイプ来た、あじゃあこれちょっと映さない方がいいですね。はい、はい、じゃあちょっと気が向かカメラ切り替えていただいて、すいません、はい、これかな URL を、はい、今ですね、ご覧いただいている方から、はい、同じですね、はい、こちらの、URL 貼っていただきました、ありがとうございます。あツンデレさんこれなら早いと、これダウンロードしろってこと、なんかすっげえ字いっぱい書いてるけど、うん、いやすごいな au さん今回すっごい頑張ってるな。みーんダウンロード、純粋にこういうあちゃんとスピードとか数字を出してこういうリアクションはちょっとそうですね、逃れようもない頑張りですよね、本当に動かしようのない事実ですから。うん、うん、よかったよかった、早いダウンロードできなかったっす。あらすいません、ごめんなさい、すいません、ちょっとダウンロードできなかったみたいなので、ちょっとなんかいろいろ来てるんで、シャープさんが頑張ったんだよ目の付けどころがやっぱり良かったんだねシャープさん、そうですねいや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 、はい、こんな感じで、ウェブのスピードも見てみました。はい、いかがでしたか、まだなんか見たいもんあります。いやすごいなんかお役に立てているようでね、よかったですよ、よかった、こう知らないなりにみんな、はい、皆さんの協力を得て、本当ですね、これだけ多くの方ご覧いただいているので皆さんのご協力、2メガ超えは爆速の息っすよってそうなんだいや確かに早いもんねウェブ、そうなん だツイッターの表示も、はい、あの普通に俺フォンの、はい、フォンってあの無線のやつで、無線あのいろんなところで今スポット結構フォン置いてるところとか増えてましたけど、あれとかでやってるよりもツイッターの、あ、DM が用意されて、 DM はダメ、 DM はDM はダメ、 DM キャー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 、はい、そうフォンで、スマートフォンで、はい、ツイッター表示してるんですけど、それよりも表示早い気がするんで、はい、うん、ツイッターって今どん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 新しいものとかもスルスルこう、うん、クロールっていうんですか、こうさせて、はいはい、どんどん新しいの出てくるじゃないですか、 そうですね、それも普通に出てくるんですよね、ブラウザのサクサク具合がすごい、はあ、うん、なるほどね、なるほどね、へえ、いやこんな感じで IS03 03いいっすよ、うん、意外といいですよ、僕らはIS03 のことを皆さんにお伝えするのがお仕事なので、はい、当然いいっすよとは言うんですけど、はい、当然言うんですよもちろんそれは、はい、言いますよ、でも皆さんの総合的なご意見を判断していいっていう、そうですね、うん、速度出てるのはいいですよ、僕らはあくまでこう器ですから、皆さんの声をそのまま投影してそれを見た結果が皆さんのポジティブな意見だったというのは、うん、これはいいんじゃないかな、いやもう最悪使いにくかったらなんか言ってやろうかと思ったんですけど、ね、なんか操作は説明書も読んでないんでうちら、あそうです本当に今わかんないですけど、今日ポンってありがとうございます、事前に、あどうもすいません、ありがとうございますなんでやった、お茶の差し入れいただきます、お茶の差し入れいただきましょう、ありがとうございます、某大学の教授が、あそうなんですね、お茶を持ってきてくださいました、お付き合いが広いですね、ありがたいですね、
はい、そういった感じで、あの、はい、これは今、中に入ってるあ、なんかアプリですね。ちょっとよく分かんなかったんですけど、クリックしてみます。これ着メロとかそういうの、あ、レディーガが入ってますよ。あんま出ちゃうとあれですね、音が入ってないようにはしておきますが、はい、大変音大変音は、ね、スカイプのグループチャットが見てみたいです。ね、やり方が分かんないんですよ。はい、今ですね、こちらで IS0 さんいろいろ試させていただいてますが、まもなくナオトインデライミさんのライブが始まるということで、今日はこの番組ノースウェブさんの番組と連動した形で行っております。このアリオ札幌のハーベストゴート、私たちすぐ横でノースウェブさんの公開収録が行われてまして、こちらの音が今ラジオチャンネルを 82.5 に合わせていただくと、もうこの音が流れてます。はい、はい、IS03 についてより詳しく実況を見ながら知りたいという方はこちらのユーストリームを、はい、はい、で、この後ナオトインディライミさんのライブですので、こちらはねぜひラジオの方で楽しんでいただいて、ライブなので音が結構出るんです。なのでこれね、普通のマイクでこうやって喋っててもね、普通にライブの音拾っちゃうので、うん、拾っちゃうんですよ。なのでその間はですね、なんこれ、あ、いや、どうぞ、喋ってください。休憩タイム含め、ジェスチャーでね、その間はお茶を濁すような感じになります、ね。はい、これは何ですか？これなんかまた適当にクリックしたんですけど、これ何ですか？Google に友人と Google に現在地の共有を許可します。なんで、待ち合わせとかの時にどこにいるかとか、はい、そういうことができるのかもしれないですね。いわゆるフォースクエアとかのもうちょっとリアルタイム版なのかな。試してみますか。おお、場所が出た。これ Google マップ、Google ストリートビューと連動してるのかな。そうですね。おー、あ、でもいろんなところでこうイベントがやってる情報とかも。そうですね。千歳ハクツルミュージアムがただこれ僕友人が今いないので、多分友人がいると、はい、友人の居場所もこう出るんでしょうね。これなんかこの絵って、はい、なんか面白そうじゃないですか。鬼ごっことか、これ。ああ、できそうですね。これで鬼ごっこ、街中で鬼ごっこやったら面白そう。うん、本体の発熱具合はどうですか？完全に弛緩ですけど。熱いっすよ。さすがに10時からなので6時間。そうですね。いじりっぱなしなので、まあ多少、あと充電もしてるので。ノートパソコンほどの発熱じゃないですけど、うんうん、熱でいう7度5分ぐらいな感じですかね。なんていう絶妙な。もうちょっとあるかもしれない。8度ぐらいあるかもしれないですね。その人の熱で。はい、はい、8度ぐらいです。クッキー確かめてほしいわ。クッキーがだからログインとかした時、ウェブのクッキーですよね。はい、なんで試しに1個なんかログインしてやってみますか。まあ、この後ですね、ナオトインデライミさんのライブになると思うので、はい、その間はこの IS0 さんの画面を皆さんにご覧いただきながら、はい、僕らも身振り手振り、あとソーシャルストリームの言葉で皆さんと会話できればと思います。はい、僕今これからツイッターにウェブでログインして、一旦ブラウザを閉じて、もう一遍ツイッター開いて、どういう状況になってるか確認します。はい、こっちで、はい、ぜひ皆さんそのあたりチェックしていただければと思います。はい、間もなく始まるのかな。じゃあそろそろ先にじゃあ切り替えましょうか。はい、ではこれからは FM ノースウェブさんでナオトインデライミさんのライブをお楽しみください。はい。